前半は非常に京都が良かったですね。そうですね、もう攻撃も守備攻守の切り替えの守備も本当に良かったですね。先制点はこのレンゾロペスのシュート、8試合ぶりのゴールでした。鮮やかでしたね。見事ないい守備から速い攻撃でしたね。まあ、熊本の渋谷監督は前半私のミスだったというふうに話してましたが、まあ、これだけ京都はねたくさんのチャンスを得たわけですよね。そうですね、もうあの渋谷監督のミスじゃなくて京都が良かったと思います。これは39分に重弘のシュートはポスト、そして40分、こちらはオフサイドでしたが皆川の見事な、ね、シュートでしたが、パスといい飛び出すタイミングがすごく良かったですね。あとはあのスーパーゴールですね。はい、前半は1対0と京都1点リードで折り返しました。この黒木から、まあ、これぐらいでしたね、大きなチャンスはね。前半熊本は そうですね。そして後半どちらが先に点を取るかなというところでしたが、熊本が9分にここで田中中山のコンビで、そして最後は黒木が中に詰めてたんですね。あそこまで突破されると守備はもうできなくなりますね。そして1対1同点となって後半の25分にはこの中山のプレーが今日2枚目のイエローカードで退場となります。これで熊本は10人、数的優位の京都でしたが、熊本はね牧が投入されてから勢い増しましたね。牧、伊藤がすごく活躍したんじゃないですかね。43分にはこの黒木のシュート、そしてアディショナルタイム4分、八久保のフリーキック牧が落として、そのだしのぎを果たして、そして園田の4シーズンぶりのゴール。